ですかあの本当に久しぶりの囲み取材ということで気合を入れてしかもあの、まあ、昨日みたいな天気でしたらちょっと考えたんですけども今日はあの天気が良くなるという予報があったのでちょっと初夏らしい感じで爽やかな感じで選びました。 写真集が出てもうあの早速10番にもなりました大変な人気ですもうありがたいことです。ではい。でもうな何日か経ちましたんで写真集見られたですねはいあのお友達の方はまあ芸能界でもあのそうじゃなくても <laughs> あるいはご家族とか何かあの写真集見たからの見た方からのコメントがありましたら教えてください、はい、まあ,あの日頃すごく可愛がっていただいていますあの三河健一さんからはもう。 あなたもうすごいじゃない大したもんよって言われて <laughs> なかなかねこの年齢も考えたらこんなね写真集出してもらう人なんてそうそういないわよってありがたいことねって、まあ、日頃努力してるものね大したものでって言われました <laughs> そしてあの大親友のふいみさんからはあの早速すぐまずはあのメールが来てめっちゃ綺麗 さすがーみたいな絵文字がいっぱい付きの、でなんかあのふゆみちゃんも買ってくれたみたいで、あの早くサインちょうだいねと、今、ねだられております <laughs> ありがとうございます。では、この写真集、定番の質問なんですが、はい、え現在のご自身のご感想と点数を発表してください、えー、点数でですかいや、まあ、でもあのなんて。ううんでしょう 今回はすごく大好きな浅井先生が撮ってくださって女性の本当にみんなこう、ね、気の合うメンバーであの撮れた作品なので大満足しておりますしなんかあのこう私がこの還暦を迎えてこうやって一生懸命輝いて生きてたんだという,こう証ができてすごく記念になりました点数をつけるとするならば、まあ、120点でございます。すすごい綺麗ででした本当ですか <laughs> えーと先ほど、芸能界三川さんとか由美さんとからのコメントをいただきましたけれどもご家族の皆様は何ておっしゃってますでしょう。<laughs> まあ、そうですね、あのまあ、私もうーん、まあ、5年前にまあ再婚したんですけれども、まあ、最初にあのこのもしかしたら写真集出すかもしれないって夫に言ったときには、一瞬固まってまして。でまさか ポロリするのってて言われて <laughs> で私がすぐポロリはないって言って <laughs> でその後出来上がった作品を見た時に、まあ、彼が言うには倖田來未さんはなんかエロかっこいいって言ってたけどもこれは艶かっこいいだねっていう言葉をくれました <laughs> わ。ありがとうございます <laughs> じゃあ